一瞬の出来事だった。中岡、大丈夫か？医者は誰か。わしゃ、もうやらぬ。か。龍馬が残した有名な言葉がある。人はことを成すためにこの世に生まれてきた。しかしこういう時代だ。志を果たせないまま死ぬこともあるだろう。それは道端のドブの中かもしれない。だが少なくとも前のめりの姿で死んでいこう。翌年、時代は明治へと変わる。